晴れた日はお日様の匂いがすること、風が歌を運んでくれること、心置きなく深呼吸ができること、時々は不思議なことが起こってもいいかな。私が知っている私の隠れ家、この世界にそんな場所があるって今でも私は信じてる。昔々この湖には一羽の白鳥が暮らしていて、今まで誰も愛したことのない王子様が彼女を永遠に愛すと誓ってくれたならば人間に戻れるという、そんなおとぎ話を聞いたことがある。しかし、いつの間にか白鳥はこの湖での暮らしが忘れられなくなり、再び人間の世界に戻って王子と結ばれることが幸せなのかしら。私はこの白い羽にくるまれて夢を見ていれば十分じゃないかしら、と深い眠りの中に落ちていく。冷たい水のささやきは、ただ彼女の体をゆりかごのように包むだけで、夢は決して覚めることがない。物語の結末はいくつもあって、ある人は愛の力が呪いを打ち砕いたと言い、ある人はついに二人は結ばれなかったという。でも
もしかしたらそれはすべて涼やかな湖の風に抱かれて眠る私の夢かもしれず、夢から覚めた私はまだ高い位置にあるお日様を見上げると帰り道を急いだ。私の部屋の静けさを満たすクレパスの懐かしい匂い、記憶に指で触れる時間の止まった午後、それはまるで夢の中に佇む思い出の場所のように、何もかもが静やかで穏やかで、光だけがせわしなく乱反射のリズムを奏でている。私の見つめている風景は過去？今？それとも幻？穏やかすぎるこんな午後にこそ、事件は突然始まりを告げる。諸君、はじめまして。私の名前はマオロック・ホームズ。とある穏やかな午後、謎の失踪を遂げたというある女性を探して、私はこの町へとやってきた。異国での捜査が難航を極め、かのスコットランドヤードの警部たちもサジを投げるありさま。証人たちは黙して語らず、手がかりは女性のキャンパスに描かれたこの倉庫街の風景とたった一枚の写真。おっと、何やらよからぬ人物までこの事件の匂いを嗅ぎつけてきたようだ。それではここで諸君の挑戦だ。あの不幸な囚われの女性がどこにいるかお分かりになったかな？ヒント、夢は国際派女優。しまった、見破られては仕方がない。
私の好きなピザです。ではですね、まず生地にこちらのピザソースをかけていきたいと思います。ね、ちょっとこうトマトとか入ってるんじゃないですか。美味しそうに、こうやって伸ばして、まあちょっとはみ出しつつ、いやでもトマトって、ピザソースって多い方が美味しいですよね。ですよね。なら全部使って入れちゃって、ちょっとでは全部作らせてもらいました。次はチーズの方をね、私がチーズが大好きなので、ちょっとお目に入れさせてもらいます。どうです、ちょっと、でもちょっとこれでもちょっと美味しそうに見えてきません？で、ここからこちらのエビとベーコンとオクラを入れてまいりたいと思います。こう火を取って、ちょっとエビさん通ってるじゃないですか。よいしょ、抜けました。いや、円に見えた方が美味しそうには見えますよね。ってことは、こう色のアクセントにね、美味しくなる、美味しくなる。よし、位置はこんな感じでいいかな。で、ちゃんと1枚ずつどの種類も入ってないな。ベーコンが1枚入ってないけど、まあそこは一生懸命作ったんで免じて、ということでできましたよ。ほっ、ということで今からこの今作った美味しそうなピザを焼いていきたいと思います。220度で7分、ということで7分後には美味しいピザが出来上がってると思います。ふー、ということでスタート。ちょっとでも、いや焦げ色がついてきたし、あ、生地の方も、生地の方もパリッとできてる。5、4、3、2、1、できてますよ。うわ、これ美味しそう。ということで今から取り出していきたいと思います。よいしょ、食べたい、美味しそう。ほら、エビさんもねプリッとしてていい感じやないですか。じゃあ、
し上がれ。10代にやり残したこと、なんだろうな。友達と一緒にキャンプというか、なんだろう、よくアニメとかであるこうマシュマロを焚き火で焼いてみんなで星見ながら語ってっていうことを虫が嫌いでしてなかったのでそれをちょっとしたかったかな。川に行ったり、川に行って遊んだり、なんだろう、で水かけ合ってキャッキャキャッキャ言ったりで、夜は焚き火をこうポツポツしながらいろいろね、どうだった今までみたいなことをちょっとみんなで語りながら、あとはみんなでこう、なんだろう、川の字じゃなくて頭でをみんな中心に集めながらお星様の話をしたりとかしたかったですね。まだやろうと思うとできるのかな、10代最後なんで。それがやりたいことですね。東京の一人暮らし、一人暮らしがすっごい楽しみな部分もあり、でもちょっと不安な部分もありがあって上京してきたんですけど、引っ越してきた時はすっごいホームシックで寂しくて、もう一日親子の通話料無料なのをいいことに2時間3時間はずっと毎日電話してました。最初の頃は1ヶ月ぐらい、気づいたら2時間3時間行ってて、でもお母さんと喋りたいから別にいいかなっていうことがあったり、ちょっとのなんかハプニングとか発見でもすぐ写真撮ってお母さんに連絡とか、帰りも自転車やと電話できひんから歩きにして、歩きながらお母さんと今日撮影あったこととか喋りながら、お母さんも今日あった出来事とか聞きながら、すごいあれですね、帰ってたりしてました。楽しいのが休みの日のご飯を作るのにスーパーに行くんですけど、すっごい安い人の特売日みたいな、お肉何グラム何十円とかいうのにこう行ったり、冷凍食品半額の日に絶対に買うとか、そういうちょっと主婦魂もちょっと極めていこうかと思っていて、冷凍できるものは全て冷凍して日付もちゃんと書いといてみたいな感じで、そういう自分で考えて3日後4日後のこととか考えてとか、あと光熱費のこと考えてとかいうのをやったことがなかったので、すっごい楽しいです。はい、潮風に紛れてくささやく誰かの声、巡り合うなんて言葉はこんな時に使うものなのかしら。ねえ、もう少しここにいよう。低くうなる波の音が雨の気配を告げているから。低気圧と胸騒ぎ、潮の満ち引き、月の満ち欠け、引力に引き寄せられる私の体。Thank you.
have to work down the same old road. Comes home to an empty house. 誰もいない海には、幼かった頃の私のはしゃぎ声だけがこだましていた。波打ち際でステップを踏んで、10代最後の夏に別れを告げる。
Here we go!皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私の名前はスノーガール、人呼んで雪女です。今日は皆様に私の体験した身の毛もよだつ恐怖を。それはある夏の暑い日のことでした。ちょっとあなた、いきなり何をするんですか。必死の抵抗も虚しく、男が指さしたのは節電中の文字でした。確かに電気代は払ってないけど。何よ、出てけばええんやろ。あかん、暑い。やっぱり私このままやと溶けてしまうわ。数百年間暮らした場所を追い出され、身寄りもない私は、とりあえず藁をもつかむ思いで、なんとか暑さをしのぐ方法を考えたのです。チリンチリン。あ、気のせいか、少し涼しなったような気がする。涼しい。いや、暑い。そうや、きっとこの長い髪があかんねん。数百年伸ばした自慢の黒髪やけど、まあこうなったらしゃあないわ。何？いや、暑い。あかん、ブロー作戦は失敗や。次なるは自分でカット大作戦。ちょっともったいない気もするけど、これも宿命と諦めよう。ほっ、えいよっ。もうちょっといっとこうかな。ほっ、なんか軽い。いやー、ちょっと私
イケてるんとちゃう？なあ、そう思わへん？エベスさん、髪を切って気分まで軽くなった私は、雪女からすっかり夏女になってしまったのです。今度は冬が来るのがちょっと怖い私、サマーガールでした。白と黒から紡ぎ出される無限の色彩。小さな頃から私はその音色に魅せられてきた。ハッピーエンドと悲劇、栄光と挫折、太陽と月明かり、白鳥と黒鳥、そして私の中から呼び起こされる私の知らないもう一人の私。ねえ、心
ここにいる私は一体誰なんだろう。白と黒の輪郭が溶け出して周囲にさまよい出す。魔法にかけられて曖昧になってゆく物語。愛する二人は最後に結ばれたの？おとぎ話の結末は得てして残酷なものが多いというけれど、最近やっとこう本格的に1年続けて同じそのキャラクターをやっていくっていうことで、すごい悩んだり辛かったりする時もあるんですけど、こうそれを乗り越えた時のこの楽しさというか、ちょっとどん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 話がこう話数が増えていくにつれて、そのキャラクターのいろんな表情だったり、すごい考え方だったり過去だったりがすごい分かるというか、あ、だからこういうことを言うんだっていうことがだんだん見えてきて、すごいその役が大好きになっていくというか、もう本当に何だろう、そのキャラと二人三脚みたいな感じでなんかいろいろやっていけてる気がするので、なんかなんだろう、これからもそういうのを大事に、まだまだ新しい自分をそういう二人三脚というかキャラクターで出していけたらいいなと思っています。あ、こういう時に私こういう表情してたんだっていうことがすごいオンエアから分かってたりするので、それがすごい楽しかったりで、まだまだこういうことがたくさんあるんだろうなと思ったらそれが楽しみで、はい、まだまだ歩き続けていきたいなと思いました。本当に始めたばっかりなので。Thank you.
眠りに落ちてから夢を見始める。その間には何が起こってるんだろう。初めて見たはずなのに懐かしい景色。迷子になっているはずなのに不思議と怖くはない。いつかあなたが私をこの眠りから覚ましてくれることを知っているから。こうして私の新しい生活は始まった。穏やかな気配に満たされながら、退屈な時間さえ大切にしながら。晴れた日も雨の日も曇りの日だって何かが起こりそうな気がして遠くを眺める。でもきっと奇跡はもっと近くで起こっているはず。
緩やかに時が移ろい、季節が移ろい、日々は巡る。私はいつかのことを思い出したり、未来を夢見たりしながら、少しずつ大人になってゆく。晴れた日はお日様の匂いがすること、風が歌を運んでくれること、心置きなく深呼吸ができること、時々は不思議なことが起こってもいいかな。私だけが知っている私の隠れ家。ねえ、私には見えるよ。あなたがすぐそばまでやってきているのが。いや、ここまで恋つけまつげが初めてなんで、すごい感動っていうか、あ、ここまで変わるんだって思って。いい方に感動した、悪い方に感動した。いい方です。が分かるでしょ。あー、ちょっと分かります、うん、でもこのメイクで歩いてたらちょっとまあ、ね、ある意味10人中10人が誰もが振り返りますよね。そうなる。こんなになりました。はい、今回ロケが北海道の函館ということで、暑い夏に涼しいところに来てちょっと幸せです、はい、しかも今回のスノーガールがすごくメイクが濃いということで、つけまつげをつけたんですけど、こんなに派手なつけまつげが初めてだったんで、すごいつけてる過程が自分で見てて面白かったです。そう、どうですか、こちら4時間は。いや、雰囲気に合ってるなと思って。そう、でもなんか部屋が見ると和室が多くて、ちょっと扉を開けたら違和感みたいな感じが多かったです、はい、でも階段とかすごい様になるなと思って、ちょっと楽しみです。はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。ピアノ練習してきた？してきたんですけど、お手手がなんせ届かないところが多くて、2割程度しか弾けない。大丈夫です。終わるまで返せないから。チケットあげない。ピアノ待ち。でもそれはそれで涼しいで大丈夫ですか？乾燥したっていう。完璧でした。大丈夫です。3、2、1。使えないよそれ。使えないよ。昨日は撮影11時半ぐらいまで。
豪快チェンジしてお疲れ様でしたっていうパターンで、何か一言。どうも、終わりました。どうも、ダブルブラザーズのお兄さん方です。ゲスト出演させてもらいました。してもらいました。楽しかったよ。楽しかったですか？楽しかったよ。私も楽しかったです。またね。またね。また会いに来て。うん、会いに来てね。また出てね。レッツダンスよ。ふぅ、つけ前は変わりました。お待たせしました。お願いします。前行くときは AC でくっついて勢いよく行けるのがいいんですけど、下がるとおつっつってなります。そう、蚊取り線香、今日はなんか大きい虫がいるみたいなんで、来れるもんなら来てみーっていう選手で、でもなんかいつかの聖火ランナーの時こんな形じゃないだったでしたっけ。さっきから同じところにカエルがいて、こうやって渡るたびにピョンピョンって、あの、ついてこないでって思いながら、しかも全く2回やったんですけど、2回とも同じところにいて、いやいや、ちょっと学習してよ学習してよって思いながら、そうそうそう、お、出た。ありやな、ないな、すごいや、あ、すごいよな、カメラ見ていいよ。かわいい。あ、いや、そうね。今、つけひげをしているのであまり笑えないという。やめて、練習してみて、練習今日はでも水着を着て、思ったより湖の水が冷たくなかったので。そうですね。え、どこぐらいまで入った？太ももぐらいまで入れましたね。あとはシャーロック・ホームズとかがすごい男装初めてだったんで、あのちょびひげとか、ちょびひげ？ひげとかがすごい楽しかったです。多分膝隠したら、もうちょっとしたら行こう。はい、あれ多分膝隠したら、じゃあ俺がさ、上に上がっておいでよって言ったら、それで上がっておいでよ。はい、はい、何見てんだよ冷たいかね。寒いっす。寒いよね。それが湖の時をやるからね。鳥肌が立ってる。シャキン、水がもういいやと思って、え、もういいよと思って、かかってこいやと思って冷
冷たかった。なんか一瞬入るのはいいんですけど、ずっといろって言われると、アイシングみたいな痛いのあるじゃないですか、うん、あれになって出たくなる。出たくなる痛いです。でも多分あの冷たいアイシング効果のおかげで、ふくらはぎの連日のダンスの痛みが取れた、今ないんで、アドレナリンが出て痛くない感じないのか、それとも治っちゃったのか、微妙なところです。いや、よく頑張ったお疲れ。感覚がない。やばい、じゃあガウ。やばい、麻痺ってる。あいさあ、ガウ。いや、だけどすごい。よかったよ。本当ですか。うん、ということで、北海道の方の DVD の撮影は今日で終わりということで、はい。本当にお疲れ様でした。今回3日間ということで、すごい3日間の間にいろんなことをさせてもらったんですけど、すごいなんか初めてのこととか、厚化粧したり、つけまつげとか、ドライアイスの中に顔突っ込んだり、海の中入っていったり、すごいなんかいろんな勉強になったというか、すごい充実した3日間を送れたと思って。ています。本当に楽しかったです。ありがとうございました。アイスクリーム食べて帰ります。はい。じゃね。かわいい。よく若い子が言うとかわいいっていう感じです。マオちゃんの感じですね。ギャルじゃないの、マオちゃん。ギャルじゃないですね。即答したけど。今日ギャル、でも前なんかちょっと試してみたら、いやそれ違うって言われたんですけど、ちょマジヤバくね、マジ可愛いんだけど、嫌だ、確かに嫌だ。あんま怖いと、うん、ゲラじゃなくてもいいから、横から行ったらちょっとだけ笑顔欲しいよね。はい、洪水確率 100% なんですが、どうでしょう。ブブー、ブブー、当たってない、くだりお疲れ様でした。終わりましたね。はい、終わりました。いかがでしたかって、もうさっきインタビューはい、インタビューでも言ったんですけど、なんだろう、すっごく楽しかったというか、充実させてもらったというか、なんだろう、本当にいろいろ演じることができて楽しかったです。あとなんか、すごい引っ込み思案なところがあって、すごいチキンなところがあって、いやこういうのここまではっちゃけていいのかなって思うようなところも、すごい監督さんっていうか杉山さんがすごい、いやここはもうちょっとはじけてさみたいなことをすごい言ってくださって、いろいろ示してもらって、すごいあれでした。新しい自分を本当にちょこちょこですけど、ちっちゃいな、少ないながらもすごい発見できて、すごく楽しかったですね。はい、ちょっと強くなれた気がします。